私に足など不要である。 よし。俺を苔に仕上がって本気を見せて。 地面として生きるのもありだな。この声は時の花嫁。まずはお前が行くがいい。 ありがとう、リリア。今行く。星降りの丘。この学園で過ごした最後の夜もリリアーナはここで待っていた。 今までどこに。 ある、来てくれた。 初めて会った時のこと覚えてる？ うん。あの頃私は臆病だったんだ。だから いろんなものを傷つけていた。でも初めて会ったリリアナに勇気と優しさを教えてもらった。起きてしまったことは戻せない。少し遅らせることができるだけ。そんなことを言う君だからずっと守りたいと思っていた。
思ったんだ。このまま時が止まってしまえばいいのに。結果報告。